はい、おはこんばんちは、春川龍でございます。信長の野望波動、今回は新武将の島津義久、鉄砲が得意なやつですね、武将についてね、今回はご紹介していきたいと思いますと。それでは早速行ってみましょう。はい、今回のですね、島津義久はガチャの限定投与の武将になります。4月の10日までピックアップしている限定投与の島津義久でしか今のところ手に入りません。名称投与の方には残念ながら入ってないですね。なので今回の限定と。で、こちら能力なんですけども、戦力が5271と、全体で11位、統率が14位、武勇が31位タイ、知略が13位タイ、で、政治が9位となっております。まあ、テンプ900の中では若干低めという数値ですね。で、足軽 A、騎馬 C、弓 B、鉄砲 S となってますね。で、戦法が三種総大将と、敵3部隊に知略 200% 攻撃して、自分1部隊に攻撃を 35%。で、自身と一門主服を味方3部隊に回心威力を 75% 上昇。で、通常攻撃の 3% 累加がついてますよという感じですね。発動間隔35秒範囲中、基礎連鎖率が 16% で連鎖重要装位となっております。紅葉15秒。回心力アップも15秒。で、累加95ですね。っていうところですね。で、技能は一心と危機ですね。一心は発生率アップですね。で、危機は、兵力が 50% 以下の時、発生率と回心の威力を上げると技能になってますね。危機は北条氏康しか今のところ持ってないんで、北条氏康と島津義久で合わせると危機が2まで上がりますよっていう感じですね。で、列伝の絵西、島津家茶の湯教養長寿鉄砲名人となっております。はい。そんな島津義久ですが、まずまあいろいろ使い方があるうち、まあ一番はね、信長の副将なんですけども、まあそれ以外の使い方からご紹介していきます。まず一心と危機、この技能合わせで使うのは結構多くなってきてますね。まあシーズン2入ってから一心がね、この数値大きく変更されて、強化されてますんで、1、2、3まで上げるときに使う武将の一人と。で、足軽が A なんでね、北条氏康の足軽部隊のどこかにそっと与力にでも置いとくっていうのも一つ手ですね。危機がありますんで。はい。であとはまあ鉄砲隊で使うのが重いなってくると思うのですが、まあこのね、戦法を見ますと、この回心威力 75% アップを味方3部隊にまく、この戦法の効果をうまく使って部隊組んでいきたいですよねというところかと思います。で、部隊に組み込む場合、使い方が2つあります。まあ、信長の副将と、あとは、まあ、大将として、まあ、ちょっと若干ね、能力低めですけども、まあ、それを補うぐらい強力な戦法なんで、大将としてもいけるんじゃないかなと思います。まあ、島津義久大将の場合は、舞台構成がうんぬんとかではなくてですね、織田信長、鉄長くんの舞台の横に置いとく。これです。信長の舞台に必ず安心力 75% が入るような感じで運用するという感じですね。なので、鈴木茂秀持ってないとか、明智光秀持ってないという方は、鉄砲舞台2舞台作る時のもう1舞台の方に島津義久使うのはいいかなと思います。で、今回まあ舞台ご紹介するのは、信長の舞台に組み込んだ時、こんなのがいいんじゃないかっていうのをね、ご紹介していきます。はい、こちら鉄砲隊ですね。まあ、大将に鉄長くんを置きまして、副将に島津義久のこの限定のやつですね、置きます。で、与力に滝川一正、明智光秀と。で、右側の防御の方には、蒲生氏郷、細川忠興、藤堂高虎という感じでございますと。まあ、信長のね、連射で敵三部隊に攻撃して、で、信長、蒲生氏郷、藤堂高虎で武略3にして、通常攻撃速度を上げて、義久と、このね、連鎖率 40% まで来ますんで、連鎖したら、回心力が 75% アップした通常攻撃が飛んでくると。で、滝川一正の戦法まで連鎖しましたら、紅葉が 50% まで来ますんで、で、その状態で、島津義久の75% アップの通常攻撃が敵3部隊にボーンって飛んでくればめちゃくちゃ強いぞというところですね。明智光秀に関してはまあ戦法
連載率が 40% までいくっていうところで採用してますね。まあ、明智光秀のところに、まあ、蒲生氏郷置いても別に構わんという感じですね。はい。まあ、あとはね、織田信忠とかでもいいかな。あと、松永久秀でもいいですね。まあ、この二人は通常攻撃速度をね、先方が連鎖すれば上げてくれますんで、速くしてくれますんで、より強くなるかなというところでございますね。うん。まあ、でも人によっては、まあ、武将の成長具合にはよると思いますが、会心が発生しないと島津義久のね、会心威力アップがあまり効果出ないんで、滝川一益と島津義久の位置を入れ替えるでもいいと思います。ね、滝川一益が、副将になっても、連載率 41% まで来ます。で、滝川一益と島津義久の先方連載率はね、28%、27% かな。ちょっとね、先方連載率は落ちてしまうんですけども。うん、まあ、滝川一益副将より木島津義久でもいいかなと思います。うん、まあ、こんなとこかな、使うとしたら、組み込むとしたら。うん、まあ、たまにでっかい通常攻撃がドカンと降ってくるというようなイメージですね。まあ、信長のね、鉄長くんの戦法が発動すれば、紅葉 35% つきますんで、まあ、そこそこ関心出るんじゃないでしょうか。うん、っていうところですね。僕がまあ使うとしたら、鉄砲1部隊でね、運用するんだったらこれでいいと思います。ただ、鉄砲2部隊編成にするんだったら、僕だったら鈴木重秀と、って感じ。鈴木重秀を鉄砲隊のもう一つのね、部隊の対象にするときは、まあ、防衛戦というかね、領土を守るときとか、そういうときは鈴木重秀で、まあ、領土を攻め落とすときとか、いうときは、島津義久、鉄砲部隊のもう一人の対象にしてもいいんじゃないかなと思います。ね、信長の部隊と一緒にセットね、動かすととんでもない火力出ると思いますよ、これ。ただ、島津義久自体の火力がどこまで出るかって言われると、そんなにって感じだと思いますけども。ただね、島津義久大将で、副将で明智光秀が先方連鎖率 40% まで行くんで、それで相方組んでもいいかなと思いますよね。うん。はい。それではですね、島津義久の紹介は以上でございますと。まあ、あとね、今、鎧族のね、特別討伐支援が始まってまして、ようやっと久しぶりに課金しなくてもまともに遊べるイベントが来ましたね。なのでね、僕も今、これですね、また、鎧族用の鉄砲部隊作って戦ってますね。やっと戦力4万3000いったんで、やっとね、普通の族70レベルが倒せるようになりましたね。はい。で、まあ、丸々1日ちょいやって、特別投与場 SSR、が1枚手に入るところまで来ました。35万ぐらいまでですね。うん、来ましたよって感じ。まあ、ついでなんでちょっとこれ1枚取ってガチャやってみましょうか。さあ、何が出てくれるかな。ちょっとね、鉄長くん欲しいな。名称を探していらっしゃるんだね。さあ、何が出る？任せて。お、金札オーラ。筆オーラ。お、筆オーラ来た。よしよしよし、筆オーラ来たぞ。鉄長、頼む。鉄長くん、来い来い。来ないやー、明智光秀か。光秀ですね。いやー、ちょっとテンション爆上がりしましたけど、明智光秀でしたね。なるほど。はい、それでは以上でございます。いかがでしたでしょうか。まあ、島津義さんね、通常ガチャに突っ込んでくれればよかったんだけど、限定だっていうのがね、ちょっとしんどいですね。まあいいや。はい。じゃあ、それでは今回の動画が少しでもためになったと思っていただけるようでしたら、ぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたしますと。それでは、またね。バイバイ。ご視聴ありがとうございました。